シティの問題点はもう分かりやすいところで言うと、ウォーカーのポジショニングですね。もうそれを直さないと。これだって今ハイライトやってベルナード・シーバーのシーンもさ、ウォーカーから右に展開したところだけど、これタッチ数多くなってるのも中入りすぎてるから、一回中を置いた後、外に置き,置き直してて、あのワンタッチ多くなってるから、相手のスライド守備、間に合いやすくなってますから、ね。もっと簡単にチャンスマニュアルが悪いんじゃなくて、マニュアルの解釈の違いです。うん、あと、えー、っと、マニュアルを理解しきれてないですね、この場合は。 中に絞ることの意味は伝えたけど、中に絞りこすぎることのデメリットを伝えてない、もしくは伝えきれてない、えー、伝えきってるけど理解しきれてない。で、まあこれに関してはね、いろんな人の目線あるから、ペップの伝え方が悪い、ウォーカーの受け取り方が悪いとか、いろいろ出てきますからね。ただ僕らにわかるのは、起きてる現象が、えー、シティの攻撃、守備、今両方においてデメリットの方が多くなってて、まあ、それがしっかり数字にまで出ちゃってるってことですね。ウォーカーにペップがめちゃくちゃ指示出してた。 15分あったのにずっとその話してたんな。ああ、後半あスタートしました。さあ、ウォーカー、ストップその辺でストップその辺でストップそう,そ,う,そ,う,そ,う、ま、だそこならまだしも、まだいける。ウォーカー、ショートパスのスピード早いからこれでいけるな。普通ならあの,あのパスカットされるもんな。ギリ許容できるっや。ウォーカーのパスのスピードと精度あるからギリいけるだけで。 あれ普通、右サイド、ボール行かなくて終わりですからね、あれそう。そして、ウォーカーがこれだ、ね。あいいね、いいね、入ってきてないね。そうそうそう、それで、ね、ストップウォーカーストップそう、横バスもらって。そう、そして中にまくれず入ってって、そうそうそう。あよくなってきたもんしんないですね。ウォーカーも今、フォリシャイな。今、ウォーカーずっとここ入ってたから、こっちが長って、今、この辺になったから、受けて、外もある状態で中、中もある状態で外だがら繋がってるんです。 本当に独断やったんや <laughs> そうだ、ね。そうだね。まずそのリアクションしてるのが面白かった、ね。おあー間に合わないけど、出てもいない,いや。ウォーカーが中絞ってて、ストーンズが外も、もしかしたらストーンズにも言ってるかもね。ウォーカーがそれでも中入ってるときは、埋め上がさいと張りやっていう話はしてると。いやぁ、タヌキ捕獲です。<laughs> ねえ。なってたね、ウォーカーね。あれはなってたね。よかったね。逆に独断でやらせたら、ああなるウォーカーお茶目すぎるや <laughs> 偽サイドバックだーってことでしょ。猫さん、なんて言ってましたまあお前が言うと、一回疑われて大変だなって言ってました。<laughs> ペップがやってくれるまで正しいって言われないの大変だなって言ってました。いろいろみんなで追いながらいろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そしてサッカー戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人はコメント欄とか概要欄からレオザ学園に入学して一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。